どうも作曲家の鳥ラです。今回は音楽理論に対する誤解を解くということで、音楽理論っていうのはそもそもどういうものなのかっていう話をしていこうと思うんですけども、音楽をやってる人たちの中でもね、音楽理論別にいらないって言ってる人たち結構いるわけです。理論なんて勉強しても頭でっかちになるだけだからそんなもんいらない。こういうふうに言ってる人たちは結構いるわけですよね。ただ、そういう発想になってしまうのは実はね、音楽理論っていう名前に騙されて、 誤解をしてるせいなんですよね。というわけで、音楽理論についてのよくある誤解っていうのはね、一個一個見ていこうと思います。音楽理論っていうのは、まあ、一個のルールを定めてて正しいんだと。で、ちゃんと根拠がある。で、破っちゃダメなものだと。で、これですね。感覚派には不必要で感性の邪魔になっちゃう。むしろ知らない方が、己の感性に従って曲が作れるからいいんだと。そういう発想ですよね。そして、音楽理論を勉強すると作曲ができるようになる。まあ、この辺、 当たり前のように思われてることだと思うんですけども、ま、あ実はちょっと僕に言わせるとね、これは誤解なんですよね。はい。こういうことです。実は音楽理論っていうのは、一個のルールを定めてるのかと思いきや、めちゃめちゃ矛盾をしてる。そして、正しい、正しいっていうこともないんですね。音楽理論の中には、批判を受けて崩壊しちゃうものもあります。そして、根拠あるかと思いきや全然なかったり、後付けに過ぎなかったりすると。 そしてね、音楽理論って破っちゃダメなんじゃないかってみんな思ってるかもしれないですけど、違うんですよね。破るためにある。そして、感覚派にこそ音楽理論っていうのは大事なものになってきます。音楽の可能性は広げまくり。そしてこれちょっと悲しいお知らせなんですけども、音楽理論を勉強したら曲が作れるようになる、音楽ができるようになるかっていうと、まあ、ならないんじゃないかなと僕は正直思うんですよね。詳しくここから説明していきましょう。まずね、音楽理論におけるルールの矛盾っていうものを見ていきます。 普通、ルールって言ったら、もう一個の正解を定めているもので、矛盾っていうのはありませんよね。まあ、例えば、水は下に流れるんだと。そういうのはね、僕らは当たり前のように思ってますけども、例外的に上に流れていく水っていうのは、まあ、地球上には存在しないですよね。なんだけど、音楽の世界では、まあ、例外的に上に流れていく水みたいなものがいくつもある。例えば、こちらですね。機能和線における連続5度っていうルール。連続5度っていうのは、5度の音程が連続して演奏されるということです。つまり、 例えばこういう風に演奏した時って、5度の音程がそのまま平行移動して連続して鳴らされてますね。これはクラシック音楽では禁止になっています。結構有名な重要なルールなんですね。なんだけど、この重要なルールにすら例外っていうのはまあいくつもあるんですね。これ突っ込みどころ満載なんですけども、モーツァルトの5度っていう連続5度が存在します。こういう時限定で、ここに連続5度が起きてるのが許されると。なんだけど、これなんで許されるか。 モーツァルトがやっていたからなんですね。モーツァルト先生がこの連続ードを多用していたと。で、うーん、連続ードって禁止なんだけどなーってみんな思ってたわけですね。なんだけど、モーツァルトには誰ももう文句言えなかったわけです。もう曲がいい曲だから。まあいい曲になるんだったら別にいいかということで、これは後世モーツァルトのードとして許されるっていうルールになっているわけですけど、うーん、モーツァルトに文句を言えなかっただけのことがルールになってしまったと。このようにね、まあ、ひどく例外がいっぱいあるわけです。 で、そもそも、この連続語道っていうルールにしても、ジャズの理論には存在すらしません。ジャズやってる人たちは別に連続語道なんか使い放題なんですよね。で、逆に言えば、ジャズにはあるけど、クラシック音楽にはないルールっていうのもありますね。このようにね、音楽理論っていうのは実は、全然一個のルールを定めてるわけじゃない。一種類の音楽理論の中でも矛盾がね、起きていて、そのせいでこういうふうに例外がいっぱいある。こんなふうになっちゃってるんですね。そして次です。音楽理論は正しいのかと。 まあ正しくあってほしいですよね。なんだけど、必ずしも正しいとも限らない。批判されて崩壊するっていうこともあります。ここでは例としてトータルセリアリズムっていう音楽理論を持ってきました。これどういう音楽理論かっていうと、音楽っていうのは感情とか風景とかそういうものを感覚的に表現するものだと。それが音楽なんだっていう考え方があった。それに対抗して生まれた音楽理論っていうのがトータルセリアリズムです。つまりどういうことかっていうと、音楽の一 一個一個の要素をめちゃくちゃ論理的に扱うんですね。ここにこの音を置いたら気持ちいいからみたいな理由で音を置くことを完全に禁止して全てをガチガチでルールで固めるんですね。その結果どうなったか。こういう感じになるんですよね。あのーも、もうめちゃくちゃ細かい音がもうありとあらゆるところにもね、飛びまくっていると。しかもこれね、ここの最初の音はピアニッシモアクセントで、その次の音はピアニッシシッシモ でその次、またピアニッシモアクセントで、その次はピアニッシッシモですね。こういうふうに極端に音の強弱が厳密に指定されてます。これも一個一個ルールに従った結果なんですよね。つまり、ここの音はピアノで弾いたらかっこいいよな。よし、ピアノみたいな、そういう発想を許さない。厳密にルールに従った結果、ピアニッシモアクセントとピアニッシッシッシモとピアニッシッシモみたいな、これがめちゃめちゃ細かく指定されるっていうことになっちゃったわけですけど、 うーん、これ演奏できるんですかね、まあ、演奏できたとして、誰が聞き取れるんでしょうで実際、いやこんなに論理的に音を置いたところで誰も聞き取れないじゃんというふうに批判されました。で批判されて誰も言い返せなかったので、衰退してしまったんですね。今はあんまりこの方法で曲を作る人はいません。これどういうことかっていうと、トータルセリエリズムっていうルールの中では、音をこういうふうに置くのが正しかったわけですよね。ルールがあった。 で、そのルールに従って作られた曲が、他の人に批判された結果、ま、あ結局、なんかちょっと違ったかも、みたいな風になっちゃったと。これどういうことかっていうと、音楽における正しさっていうのは一種類じゃないってことですよね。例えば、数学とかね、そういう学問だったら正しさは一つです。1 1はって言われたら2が正解。まあ、田んぼの田とか言ったらそれはヘリクツだって話になるわけですけども、音楽においては田んぼのただって言い張ったとしても、ま、あ別に誰も怒りはしないんですよね。 それぞれの正しさがあって、まあ、ただそういう中で、結局、いや、こんなんわかんないじゃんって言われて衰退しちゃったっていう、まあ、あんま正しくなかったかもな、みたいな、そういう例もあるということです。さあ、そして次ですね。ルールがあるからには根拠はあるだろうと。いや、根拠ない、根拠ないんですね。根拠がない例っていうのは、もうほとんど無数にあるんですけども、例えばね、クラシック音楽の理論として僕がいつも話している、機能和声とか対応法という、そういう音楽理論。これらは、 本を読んでみると、こうだっていうルールは書いてあります。なんだけど、なぜなら、こうだからっていう根拠の部分はほとんど書いてありません。例えば、さっき話した、このモーツァルトの5度ね。モーツァルトが使ってたからというだけの話で、それ以上の理由っていうのは何も説明されてません。そして他にも、こちらね、対位法における、使っていいリズム。それを定めたルールがあります。対位法では、使っていいリズムっていうのが指定されてるんですね。こんだけです。 ここに書かれている13種類のリズム以外は使ってはいけないんですよね。なんでなんでしょうかなんでなのか僕も知りたいです。でも誰も説明してくれない。これなんでこんなことになってるかっていうと、音楽理論っていうのは観察結果をまとめただけなんですよね。つまり、昔から作られてきた音楽っていうのを後の人が いっぱい研究してまとめたわけです。まとめたら、なんかどうやらこういうリズムが使われていたと。でそれ以外のリズムっていうのはほとんど使われてない。なんでなのかは誰にもわからないけど、まあ、実際音楽がそういうふうに作られてるんだったら、まあそういうものなんだろうなっていうふうにまとめるわけです。つまり根拠っていうのは後付けなんですよね。例えば、まあこういうリズムが使われてたことに対して、うん、まあ例えば昔の人たちの感覚っていうのはこういうリズムを転んだんだろうなっていうふうに、 あとから根拠をつけたとして、まあ、本当にそうだったのかってわかんないですよね。結局後出しじゃんけんのように理由を説明するしかない。さあ、そして次ですけども、音楽は破るためにあるというね、むちゃくちゃなことが書いてあります。このいい例っていうのはね、ドビュッシーという作曲家がいます。ドビュッシーの音楽はうちのチャンネルでも分析してますけども、まあその動画見てもらった人がいたらね、もうわかるでしょうね。もうクラシック音楽の理論全部、もう一個一個丁寧に破ってますよね。 もう理論を完全に破壊してしてまった男がドビュッシーなわけです。もうクラシック音楽でやっちゃいけないって言われていたことを全部やったわけです。全部やったら理論がもうボッコボコに破壊されてなぜかそこから新しい理論が生まれたわけですよね。ドビュッシー以降のフランスの音楽っていうのはちょっと今までのクラシック音楽とは違う音楽性で発展していったわけですけども つまりどういうことかというと、あの、ルールをボコボコに破ったら、新しいルールが生まれると。そういう仕組みが音楽理論の中にはあるんですね。はい、どんどん行きましょうえ。感覚派には不必要かと思ったら、実は音楽理論っていうのは感覚派にこそ必要なものなんですね。なんでかっていうと、音楽理論っていうのは、そもそもがいろんな人たちの感覚を集めたものに過ぎないからです。音楽理論っていうのは、科学とか数学とかと違って、 すごい、もう曖昧なんですよね。特に根拠もないし、矛盾だらけだし、それぞれの時代とかジャンルとかによってもルールってのは変わってきます。そのいい例を持ってきました。例えばクラシック音楽、西洋のクラシック音楽ではコード進行っていうのは、4、5、1っていう順番でコード進行を進んでいきます。こういうコード進行になりますね。サブドミナントからドミナントに行って、そこからトニックへ進む。 4,5,1という順番なんですけれども、実はね、これと全く逆のコード進行をする音楽ジャンルっていうのがあります。それがブルースというジャンルです。これはアメリカの黒人音楽なんですけれども、ブルースではね、4,5じゃなくて、5,4という順番でコード進行します。これがブルースにおける基本的なコード進行になっているわけですけども、 クラシックと真逆ですよね。クラシック音楽では、ブルースのような、こういう5 4っていうコード進行はルールで禁止されてます。だけど、ブルースでは当たり前のようにやると。で、これに対して、ああ、じゃあブルースっていうのは間違った音楽なんだなというふうに言う人はさすがに誰もいないわけです。結局、ジャンルが違えばルールも違う。5に行ったら5に従えと。そんだけの話。さあ、そしてね、音楽の可能性を音楽理論は狭めちゃうのかと思っていたら、実は広げているということも主張したいです。 例えば、小山清茂が考えた日本和声っていう音楽理論がありますけれども、日本の音楽を観察した結果をまとめたら、どうやら日本の音楽ってこういうコード進行が作れるんじゃないのこれ結果的に可能性広げてますよね。小山清重っていうのは、あ、音楽っていうのは、この日本和声こそが正しいんだ。クラシック音楽は全部間違ってるって言ってるわけではありません。あくまで、クラシック音楽も正しいし、いい感じだけど、 まあ、こういう日本の音楽の理論があってもいいよねって感じで、日本わせという理論を作ったにすぎません。さっきから何回も話しているように、音楽理論っていうのは一個のルールを定めるものではありません。なので、音楽理論で、これがルールだって言ったとしても、それはあくまで、これがルールだっていう作曲の仕方があってもいいよねって言ってるだけなので、何も可能性って狭まってないんですよね。俺が考えた最強の作曲法、どうだっていうのが音楽理論。で可能性を広げた結果として理論が生まれていると。 はい。そして最後に、音楽理論を勉強したら作曲ができるようになるのか実はなりませんという、ちょっと悲しいところなんですけども、これね、あくまで初めに言っておくと、作曲できない人が作曲理論を勉強するっていうのは、とてもいいことだと思います。で結果的に、それによって、まあ、作曲ができるようになるっていうことも、別にあるとは思うんですけれども、もう何も音楽わからない。もう、どとどのシャープ、何が違うのぐらいのレベルの人が、 理論を勉強したら突然作曲できるようになるかと言われたらそれはさすがにならないというそういうことです。なんでかっていうとそもそも音楽理論っていうのはさっきも言ったように感覚を集めたものですよね。例えばこのコードっていうのは綺麗な響きだとで。このコードっていうのは汚い響きだと。そういうふうに音楽理論っていうのは書いてありますけども聞いてみてあ、確かにそうだなって感覚で理解できなければいくらなんでも厳しいわけですね。これ感覚で理解できないとどうなるか。 例えば、あ、なんか、これ、気持ち悪い響きって本には書いてあるけど、まあ、よくわかんないな。でも、本に書いてあるってことは汚いんだろうな。っていう風にしか理解できないことになります。これ全く応用が効かないですよね。感覚的に理解できていないと作曲はちょっとさすがに難しいと。その良い,い例として、作曲 AI があります。最近の作曲 AI っていうのは、ま、かなり進歩してきてて、違和感ない曲が作れるようになってますけども、ちょっと昔の、一昔前の作曲 AI は、 音楽理論を学習させて、それで作曲を自動的にさせるっていう、そういう仕組みでした。その結果どういう曲が生まれていたか。もう何とも言えないような変な音楽しか作れなかったんですよね。これがなんでかって言えば、まさにね、AI っていうのは別に耳ついてませんから、感覚的に音楽を理解してるわけではないですよね。そんなコンピューターが、まあ理論だけに従って、まあ理論的には完璧な曲を作ると、どうも人間が聴いた時に感覚的に変な曲になっちゃう。つまり音楽っていうのは、 言葉で表せない部分にも大事な部分っていうのはあるんですよね。本には書けないんだけども、ここはなんとなく感覚的にやっぱり理解してくれよっていう大事な部分がとてもたくさんあると。はい。ここまで話を進めると、もう感づいてる方もいると思うんですけども、音楽理論っていうネーミング、これ最悪のネーミングですよね。何が理論なのか。全然音楽理論って理論的じゃない。 一つのルールがあるわけでもないし、正しくもないし、根拠もないし、後付けだし、個人の感覚レベルのものすら、音楽理論っていう名前で呼ばれてるわけですから、これは紛らわしい。僕は、音楽理論って実は、数学とか、科学とかの理論よりも、むしろ料理のレシピに近いと、そういうふうに強く主張したいですね。つまり、理論じゃなくて方法論です。どういう方法があるかをまとめたものに過ぎない。目玉焼きに醤油をかけるっていうレシピがあると。 それに対して、いや、それは醤油をかけるのは間違いだ。ソースをかけるのこそが正しいんだって主張することの虚しさですよね。別にどっちでもいいじゃんと。醤油派もいれば、ソース派もいると。その程度のものです。ここから何が言えるかっていうと、音楽理論を知らなかったとしても何もいいことないっていうことです。音楽理論を知らない方がいいっていう風に言ってる人は、まあたまに言いますよね。変なルール知らない方が自分の感覚に素直になれていい曲かけるんだ。こういう意見っていうのはたまにあるんですけども、 僕はね、これは全く違うと思っています。音楽理論っていうのは知ってれば知ってるほど良い。これを説明するために、ちょっと例を考えてみましょう。ここにね、なんかヤンキーがいます。で、このヤンキーの男の子は、俺は常識なんかに縛られねえぞって思ってるわけです。で、この子はね、卵かけご飯が大好き。卵かけご飯が大好きなんだけど、まあ、常識に縛られたくないから、卵かけご飯以外のレシピは全く知らないとしましょう。そんな、このヤンキー少年がね、ある日考えつきます。あ、卵かけご飯に、 具を入れて焼いたらめっちゃうまいじゃん。これすごい発明だーと思って、このね、具入り焼き卵かきご飯っていうものを開発しました、うん。開発したんですけど、これチャーハンですよね。ただのチャーハン。この子は常識に縛られたくないがあまりチャーハンのレシピを知らなかった。これ、これね、どこがクリエイティブなんでしょうか。もともとチャーハンのレシピを知ってれば、この子はね、こんななんかよくわからない二度手間をすることはなかったわけです。チャーハンを再び発明するっていう無駄な手順を踏む必要はなかったと。 でしかも、結果的にね、このヤンキー少年は、己の感覚に従った結果、グイリー焼玉浮かぎご飯っていう全く新しいものを開発したぞって思い込んでますけど、これ別に全然新しくもなんともないし、このヤンキー少年の独自の感覚でもなんでもないですよね。もう、すでにそういう感覚を持ってる人は昔にいて、チャーハンって名前まで付いてる。音楽理論においても、こういうことっての、ね、はよく起きてしまいます。 これが俺の音楽だどうだーって言って本人はね自分のセンスでもう音楽をやってるつもりなんだけど実はそんなことはもう昔誰かがやってるともう2番セン三3番センに過ぎないそういうことはよくありますはいというわけでねまとめに入っていきますけども音楽理論って一口にこうやって音楽理論って言われているとかいらないとかねそういう風に言われがちですけども実は2つの性質があるんですよね1つ目はすでにあるものを観察してまとめた結果としての音楽理論 例えば、さっき話した日本和声。これはわかりやすいですね。小山清重が日本中の民謡とかね、わらべ歌を一個一個集めたわけです。で、観察した結果、あどうやら日本の音楽にはこういう仕組みがあるらしいぞってまとめたわけです。これは、すでに存在している音楽を観察してまとめるので、根拠とかはありません。根拠あるわけないですよね。だって、ルールよりも先に音楽の方がもうあるわけですからね。 この辺がやはり数学とかとは違うんですよね。例えばね、掛け算っていうのはこういうルールに従って計算をするものなんだと。だから 2×2 は4になるんだっていう順番で、ルールの後に結果が現れますよね。だけど音楽理論では結果が先にある。日本音楽、日本民謡っていうのが先にあって、その結果を元にしてルールを作ると。順番が逆だから根拠ないのは当たり前です。そして音楽理論のもう一つの側面。 こちらはまだないものを新しく提案するっていう側面です。さっきとは逆ですね。もともとの音楽はこういうふうに作られてるらしいが、そうじゃない方法もあっていいだろうと。こういうふうに考える方法っていうのもあります。こっちの方が数学に近いですよね。ルールを作ってから作品を作る。そういう順番です。例えば十二音技法。ちょっと音楽を知ってる人ならば聞いたことがある音楽理論だと思うんですけども、 これはクラシック音楽に対するアンチとして生まれた理論です。クラシック音楽では、こうね、ドレインファソラシドっていう音しか使わないけども、ドとレの間とか、シャープやフラットがついた音も全部平等に使ったらどうなる。そういう発想で全く新しい音楽を作ったわけですね。これは、もともとある音楽を観察してるわけではありません。完全に新しい音楽を作るための方法なんですけども、だからこそ正しくない可能性があるんですよね。新しい挑戦をするわけですから。はい。というわけで、音楽理論っていうのはね、 もともとあるやつを観察してまとめたっていう側面と、まだないものを新しく考え出したっていう側面、二つあるわけです。ここまで音楽理論のことを理解できると、もう、音楽理論なんていらないよねとか、いやいや、音楽理論は必要だとかって、そういう意見が、なんか、割とバカバカしいということが分かっていただけるんじゃないでしょうか。つまりね、音楽理論は、いるとかいらないとかじゃないんですね。もうすでにそこにある。例えばね、もう喫水のロックミュージシャンが、 俺は音楽理論なんて知らねえ。俺は感性のままにギターをかき鳴らすんだと思ってギターをかき鳴らしたとしましょう。でも結局それってロックンロールの理論に従っているだけですよね。本当に全ての音楽理論から完全に自由になろうと思ったら、もう鳥のさえずりとかね、波のささやきとかそういうものを音楽だって言い張るしかありません。要するに音楽理論っていうのは料理のレシピに近いって考えると、もう料理をした段階でレシピっていうのは存在してるわけですよね。 俺はレシピなんかに従わないぞーと思って料理をしたら、結局それは新しいレシピを生んでるだけです。卵かけご飯なんか知らねえと思ってグイリ焼き卵かけご飯を作ったら、それは確かに卵かけご飯のルールは破ってますけども、新しくグイリ焼き卵かけご飯のルールを作ったというだけの話。音楽理論にはこういう落とし穴があります。実際、さっき話したドビュッシーね。 もしかしたらドビュッシーは、いや、俺はクラシック音楽の理論なんて知らねえと思ってルールを破りまくったかもしれませんけど、破った結果、やっぱり新しい理論が生まれてると。実際にこういうことって起きるんですよね。なので、音楽理論はもう、必要とか不要とかって話すのはやめましょう。もう、そこにただあるものです。で、音楽理論に不満があるんだったら、もうボコボコに破りましょう。ボコボコに破ったら、多分その荒れの原から新しい音楽理論が生まれることでしょう。 はい、というわけで音楽理論についてはちょっと小難しい話をしていきました最後に1点だけ強調しておきたいことがあります音楽理論っていうのはあくまで可能性を広げるためのもの料理のレシピみたいなもの今あるレシピに縛られる必要っていうのは全くないわけですよねだからこそ全然レシピを知らない人が全く新しい発想をして美味しい料理ができるっていうこともあるし今あるレシピに縛られちゃった結果つまんないものしかできないっていうこともあると思います別にね目玉焼きに砂糖をぶっかけてもいいわけですよそれに対して いや、なんてことをするんだ目玉焼きってのは砂糖をかけるもんじゃないぞと。塩とか醤油とかソースっていうものをかけるべきものなのに、なんてことをするんだっていうふうに言う人がいたとしたら、それはね、理論に縛られちゃって自由を失ってますよね。もしかしたら、そもそも目玉焼きってしょっぱくある必要もないかもしれないじゃないですか。砂糖をかけた結果、まあ、砂糖がけ目玉焼き自体はまずかったとしても、また新しい可能性に繋がってるかもしれないですよね。音楽ってのはもう限りなく自由で、もうどんなにアバンギャルドに見えることでもやっていい。 そういう素晴らしい場所だと思ってます。だからこそ音楽が自分析チャンネルではこれからもいろんな音楽理論について触れていけたらいいなというふうに思っています。というわけで、今回の動画はここまでです。面白いと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価等ぜひよろしくお願いいたします。そしてメンバーさん向けに限定の動画や生放送などもやってますので、メンバーシップも良ければ見てみてください。ではありがとうございました。